こちらは現場の園田です。今こちらにいるのはある企業を狙うサイバー攻撃者です。今まさに企業が有する機密情報を盗み取ろうとしてサイバー攻撃を仕掛けようとしているところです。今回はその様子を特別に取材することに成功、サイバー攻撃の手口を紐解いていきたいと思います。私の上の方に攻撃者が操作している画面が表示されています。こちらはメールの作成画面、いわゆるなりすましメールです。攻撃者はあらかじめ Twitter や Facebook など SNS を利用してターゲットとなる人物の趣味、嗜好、行動予定、交友関係などを調べ上げています。今回はよく取引を行うアウトサイド株式会社の服部さんになりすましてメールを送ろうとしているようです。こちらは攻撃者が専用のプログラムを立ち上げて、先ほどターゲットとなっている大久保さんがマルウェアに感染するのを待ち構えている画面です。なお今回攻撃者が使用しているこちらのツールはオープンソースのソフトウェアで、通常はネットワークエンジニアが社内ネットワークの管理に利用するものを悪用した事例になります。今攻撃者の専用プログラムの画面に、先ほどターゲットとなった方のパソコンがマルウェアに感染したことを表す赤いアイコンが表示されました。どうやらターゲットとなった人物はマルウェアに感染してしまったようです。こうなると攻撃者の意のままに完全にパソコンを乗っ取られてしまいます。今攻撃者はターゲットとなった人物のパソコンのデスクトップを盗み見ている状態です。また攻撃はここでとどまることなく、この後も機密情報を求めてどんどんと進行していきます。今同じネットワークの中に4台のパソコンが見つかりました。攻撃者はこの後この4台のパソコンの OS の脆弱性を狙って攻撃を仕掛けていきます。4台のパソコンのうち一番左のパソコン、こちらが Windows XP の OS であることが判明しました。 Windows XP、 皆様もご存知の通り2014年の4月にサポートが終了しており、 OS の脆弱性が残っている可能性が非常に高いです。攻撃者はこの OS の脆弱性を狙ってどんどんと攻撃を進めていきます。最初に感染させた大久保さんのパソコンを踏み台にして、今 Windows XP の端末もマルウェアに感染してしまいました。アイコンが赤く変わったのが分かりましたでしょうか。今攻撃者は Windows XP のパソコンも乗っ取って遠隔操作を始めました。もともと狙っている機密情報が Windows XP のパソコンの中にあるのかというところをたっぷり時間をかけて今探っている状況です。こうなると先ほども申し上げました通り、攻撃者に完全にパソコンを乗っ取られて、どんどんとファイルの中身を盗み取られてしまいます。今攻撃者はどんどんと Windows XP の中のフォルダを開いて重要なファイルを盗み見ています。そしてついに何か重要そうなファイルを見つけてダウンロードしてしまいました。重要な機密情報が盗み取られてしまったようです。それでは改めてサイバー攻撃の流れをご覧ください。サイバー攻撃は今ご紹介したように初期潜入から基盤構築、内部侵入調査、そして情報の摂取というように段階を踏んで進行していきます。
As you can see, there's various steps here the hacker takes to get in. There's the top left going down that, that bar is the initial infiltration. He builds his own little platform to access the internal information, looks around. He looks for the information, then he bottom right bubble, the largest one is acquiring it. 最も重要となることは少しでも早く攻撃を検知、防御しリスクを軽減すること。そしてたとえウイルスが侵入感染をしてしまっても被害を極小化すること。また攻撃への体制を強化していくことが重要となります。富士通ではサイバー攻撃に対してセキュリティソリューションをご用意しております。今こちら右上に見えますのはセキュリティソリューションの効果を 3D のネットワーク構成図で表した図となっております。富士通では今年の1月よりグローバルマネージドセキュリティサービス GMSS の、はい、1月です。 GMSS の提供を開始いたしました。 This service that you're seeing now, we launched it in January of 2016. Global Managed Security Service at GMSS. GMSS の特徴といたしましては攻撃プロセス監視センサーによる標的型サイバー攻撃の検知です。富士通では内部侵入後の攻撃者の行動に着目し、攻撃者行動のモデル化に成功。So it's very important for us to determine how the person got into the system. That's what we focus our attention on, and then we model the behaviors of the intruder. 標的となった端末の通信を常に監視することで、攻撃者の行動をリアルタイムに把握します。So, what we do is we analyze in real time the actions of the hacker. また GMSS はクライアント端末へのエージェントプログラムの導入が不要です。It's not necessary to have an agent program deployment for the client devices.